クロカイマンはアリゲーター科に分類されるワニの一種。本種のみでクロカイマン族を形成する。特定動物。エクアドル、ガヤナ、コロンビア、ブラジル、フランス領ギアナ、ペルー、ボリビア最大全長470センチメートル。体色は背面が黒く、単行色の横縞が入る。俗名、メラノジアチャスは黒いワニ、種小名ニジェールは黒いノイで、 和名や英名と同義。覆面は単行色。興奮は基部の幅の1.2から1.5倍で、黄色は明瞭。交際は高褐色。首輪盤は三列。前肢の指に水かきがなく、講師にもあとの半分くらいまでしか水かきがない。妖体には黄色の細い横縞が入るが、成長に伴って不鮮明になる。流れの緩やかな河川や地層、湿地に生息する。 食生は動物食で主に甲殻類、貝類を食べるが、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、大型哺乳類等も食べる。繁殖形態は卵生。植物を集めて塚状の巣を作り、その中に1回に20から60個の卵を産む。皮は皮製品に利用される。覆面に個室がないことから加工しやすい。皮目的の卵殻により、 生息数は激減している。そのため現在は生息地で保護されているが密漁されることもある。また本種を天敵とするカピバラが本種の生息数の減少に伴い増加し、それによりカピバラによる農作物への食害が増加しているという報告もある。ありがとうございます。